ロシアを訪れている鳩山前総理大臣はメドベージェフ大統領と会談し、北方領土問題の解決を目指し、引き続き首脳間の協議を進めることで一致しました。領土問題の解決に対して最も大事なことは、これはお互いの信頼関係だと、特に首脳間の信頼関係であると。鳩山氏はおよそ30分間の会談で、日露間の信頼関係は今後さらに加速するとして、北方領土問題の進展に期待感を示しました。メドベージェフ大統領は、首脳間で何度も繰り返し議論し、その中で解決に向けて努力をしていこうと応じ、今後も継続して首脳同士で協議していくことで一致しました。鳩山氏は民主党代表選挙の結果に関わらず、次の政権でも得意と自負する外交分野で存在感を示したい考えです。